操縦艦が動かなくなっちまったんだ。よし、じゃあメッサ、お前ら休め。俺が見張ってる。ああ、そうさせてもらうよ。やっぱり慣れないマンマシンを操縦するのは疲れるな。じゃあ外に出ましょう。早く降りなよ。うるせえな、せかすなよ。すっかり汗かいちまったぞ。あんたはシートに座ってたんだからいいさ。私はシートと壁の間に挟まってたんだよ。おい、ケラン、これからどうする？マドラス船長とは WS78 のエアロックで合流する予定になってる。アフラーシーはどうなってるの？さっきマハの無線を傍受した。メタトロンのリーダーが逃げ出したって騒いでたぜ。本当？マドラス船長、うまくやったんだな。クリシナは船長とアフランシュを迎えに行ってくれ。俺とジョーはマンマシンでコロニーの外に出る。おい、クリシナ一人で行かせるのか？ジョー、私なら大丈夫だから。クリシナ、船長たちと合流したら WS78 のエアロックから宇宙に出て信号弾を打ち上げろ。ほら。信号弾？ああ、発光信号を見つけてお出迎えしてやるよ。みんなでヘラスを脱出だ。分かった。 WS78 のエアロックね。メッサー、レイ、あなたたちはどうするの？こっちはもうお役ごめんさ。メッサー帰ろ。いや、まだ用事は終わっちゃいない。本気でアフラッシュを殴るつもりなの？そいつは勘弁してやる。一人で行くより二人で行った方が気が楽ってもんだろ。メッサー、来てくれるの？ここまで来てはいさよならってわけにはいかねえからな。レイ、お前は好きにしていいんだぜ。付き合ってやるよ。こんなとこ一人で置き去りにされてたまるもんか。じゃあ一緒に来い。ジョー、達者で暮らせよ。お前もな。おい、メッサー、俺たちと一緒に来ないか。え？お前さん、なかなか筋がいいぜ。いいパイロットになれる。よせ、柄じゃねえよ。クリシナ、気をつけていけよ。まるで迷路だな。地図がなきゃ道に迷っちまうところだぜ。私こんな下まで降りたの初めてだ。今度マハに追われたらここに逃げてこようぜ。いい隠れ場所だ。ダメだわ、この扉鍵がかかってる。引き返すか？扉のキーボードに暗証番号を打ち込めば開くはずよ。ちょっと待って。なんだそりゃ。暗証番号を分析するキーセンサーよ。キーセンサー？ほら、液晶パネルに暗証番号が出たでしょ。これを打ち込めばいいの。56339。開いたでしょ。はあ、便利なもん持ってんだな。こういう機械を使いこなせなくっちゃメタトロンでやってけないの。メタトロンの七つ道具の一つよ。はあ、立派なもんだ。ねえメッサー、さっきの話だけど本気で考えてくれない？何が？メタトロンに入るってこと。俺に世直しをやれっていうのか？あなただってスペースコロニーがこんな状態でいいとは思ってないでしょ。おいクリシュナ、メッサーに変なこと吹き込むんじゃないよ。ねえメッサー、あなた本当は正義感が強いのよ。昔から弱い者いじめしたことないじゃない。いっつも自分より強い相手と喧嘩してたわ。弱いやついたぶって何が面白いんだ。だったらマハと戦ったら？今のマハは連邦軍や警察よりも強いわ。そそのかしてもダメだぜクリシュナ。俺はコロニーでゴロ巻いてんのが性に合ってんのさ。メッサー、ちっ、え、足音だ。 WS78 っていうのはこの近くか？まだかなり先よ。ってことはアフラシたちじゃないな。あの足音、5人はいるね。隠れるぞ、こっちだ。やつら行っちまったな。レッサー、少し遠回りになるけどこっちの通路から行きましょう。私様子見てくる。おい、一人で大丈夫か？平気よ、私メタトロン3年やってるんですからね。この扉もロックされてる。
暗証番号は91005。なんなのこの光は。クリス、お前か。ウリアン。クリスだ。どうした。マハよ、逃げて。捕まえろ、撃ち殺しても構わん。クリシュナ、ヘラスに来ているとは思っていたが、こんなところで会えるとはな。俺たちはよほど縁があるらしい。ウリアン、待ち伏せしていたのね。どうして私たちのことが分かったの。ここに来るまでキーセンサーを6回使っただろ。コロニー校舎のコンピューターからマハに報告が入るようになってるんだ。君たちの動きは手に取るように分かった。アフランシだとばかり思っていたが、当てが外れたよ。で、アフランシは今どこだ。知らないわ。マハに黙秘権は通用しないって言ったはずだが、忘れたのか。まあいい。さっき WS78 のエアロックが作動した。アフランシは多分そこだ。違うわ。クリシュナ、君は嘘をつくのが下手だな。違うわ。アフランシはそんなところにいないわよ。そうか、アフランシ、お前ビジャンダーゴロに会ったのか。ああ、偶然に。で、どんな男だった。なんていうか、人を引きつける力を持っている。話を聞いてるうちにぐんぐん引き込まれていくんだ。もしメタトロンに出会う前にダーゴルと会っていたら、僕はダーゴルの考え方を受け入れていたかもしれない。マハの連中はダーゴルを熱狂的に崇拝してるって聞いたが、どうやら本当だな。ダーゴルは自分の哲学を持っている。だけど僕にはこれが自分の哲学だって言えるほどのものはない。なんだ、ダーゴルに会って自信をなくしたのか。そうかもしれない。社の後継者を自信喪失させるとは、さすがマハのリーダーだな。冗談はやめてくれ、僕は真剣なんだぞ。いや、それはすまない。船長、香港に向かう貨物船の中で船長は僕にこう言った。アフランシ・シャーはまだ眠っているが、宇宙に行けば目覚めるって。ああ、確かにそう言った。でも僕は何も変わっていない。宇宙に行けばシャー・アズナブルの記憶に飲み込まれるんじゃないかって不安があった。だけど宇宙に来てからはシャアの声も聞こえてこない。だからかえって不安になったってわけだ。マザーメタトロンのみんなが僕を大切に扱ってくれたのは、僕がシャア・アズナブルの記憶を持っているからだ。もし僕の頭の中でシャアの記憶が消えていたら。なあフランシー、確かにパリッシュ提督たちはシャア・アズナブルの後継者としてのお前さんを頼りにしてる。だが俺やクリシュナやジョーは違うぞ。どう違うんだ。つまり俺たちはアフランシが好きなんだ。シャーズナブルの記憶があろうとなかろうとな。僕がニュータイプでなくても。もちろんだ。俺たちは今のお前についていきたいんだ。ありがとう、マドラス船長。アフランシ、俺が思うにアフランシがダーゴルに会えたのは偶然じゃなくて何かの導きかもしれないぞ。何かの導き。自分の敵をよく知っておけってことさ。シャアの導きかもしれん。シャアの導き。エントーシスメシアは光の導きだと言っていた。ダーゴルと会ったのが偶然ではないとしたら。アフランシー、どうした。ものすごい悪意だ。悪意？誰かが僕に憎しみを抱いている。憎しみだけじゃない。憎しみに混じって誰かが僕に訴えかけている。早くここから逃げろって言ってる。なんだ、どうしてこんなことがわかるんだ。
アフランシー、アフランシー、誰か入ってるぞ。メッサー、しっかりして。メッサー、どうしたんだ、なぜこんなところに。何言ってんだ、みんなあんたのせいだよ。え、アフランシー、知り合いか。クリシュナの幼馴染だ。どうしたんだメッサ、撃たれているのか。体に何発か食らっちまったみたいだが、ノーマルスーツを着てるおかげでかすり傷さ。すまねえなアフランシー、クリシュナを見捨ててきちまった。仕方ないよ、逃げなきゃ私たち殺されてたんだ。レイ、クリシュナがどうしたんだ。マハの奴らが待ち伏せしてたのさ。クリシュナは捕まっちまったよ。そうか、さっき僕に訴えかけていたのはクリシュナだ。そしてもう一人、あの激しい憎しみはウル・ウリアン。間違いない、ウルはヘラスにいるんだ。急げよ、 WS78 のエアロック周辺を固めるんだ。ネズミ一匹通すなよ。マハ本部に連絡し、地上のシェルターすべてに隊員を配置させろ。さて、クリシュナ、質問に答えてもらおう。ヘラスに潜入したメタトロンのメンバーは全部で何人だ。そんなこと答えられると思う。もちろんマドラス船長も来てるんだろうな。知らないわ。強情を張るなよ、君のことは悪いようにはしない。どういうこと？言っただろう。君は僕に幸運を与えてくれる女神だって思ってる。そんなの迷惑だわ。こう何度も出会えるのは単なる偶然じゃないって思えないか。まるで口説き文句ね。こんな場所で言うセリフじゃないわ。確かにそうだ。だが勘違いするなよ。君を口説こうなんて思っちゃいない。俺は君を手に入れたいだけだ。こんな風にな。何するの、やめてよ。冗談だよ冗談。もう乱暴なことはしない。わからないわ、あなたって人間が。天使と悪魔を使い分けてるって言ったのはクリシュナ、君だぞ。アフランシー、まずいぞ。マハだ、囲まれた。クリシュナを助けに行けないのか。助けに行くどころか、俺たちの方も危ない。コロニーの外に出りゃいいじゃないか。発光信号を打てばマンマシンが迎えに来るって話だ。メッサー、動かないで、ノーマルスーツの穴塞いでるんだから。うるせえな、少しぐらい空気が漏れたってどうってことねえよ。ほら、新しいノーマルスーツ持ってきてやったぞ。こいつに着替えろ。お、サンキュー。船長、宇宙に出るつもりなのか。それしかないだろう。マンマシンに拾ってもらってヘラスから脱出しよう。クリシュナはどうなるんだ。残念だが置いていくしかないな。はっきり言ったらどうだ、見捨てて逃げるってよ。見捨てるわけじゃない。クリシュナ一人のためにみんなを危険な目に遭わせるわけにはいかないんだ。一人の命より大勢の命の方が大事ってわけ。メタトロンって結構冷たいんだね。クリシュナはアフランシーを助けるために命がけで頑張ったっていうのにさ。アフランシー、てめえはどうなんだ、尻尾巻いて逃げんのか。逃げるわけないだろう、クリシュナは大事な仲間だ。そうだよな、ダチは大事だ、どんな世界でもよ。船長、クリシュナを助け出そう。何かいい方法があるはずだ。ああそうだな、フランシー。だが今はここを抜け出すのが先決だ。あまただ、この感じウルーリアンだ、間違いない。なあクリシュナ、素直に教えてくれ。君たちは何のためにヘラスに来たんだ。ヘラスに残っているメタトロンの勢力を再編成するためか。違うわ、アフランシュにスペースコロニーの生活を見てもらうためよ。それでヘラスか、随分ひどい場所を選んだもんだな。スペースコロニーの現実がよくわかるでしょ。このヘラスをアフランシュの出発点にしてほしかったのよ、私がそうだったから。こんなスペースコロニーが出発点ね。
そんな言い方しないで。あなただって同じような町で暮らしてたんでしょ。俺が？あなたはそう言ってたわ。そうさ、確かに俺が住んでたのはグレンツェよりもひどいところだ。飲んだくれの親父と、いつもヒステリックに怒鳴っているお袋、腹を空かせて泣いている弟と妹、それが俺の周りの世界だった。弟たちに食べさせるパンを手に入れるために盗みだってやった。あのままでいれば多分人殺しだってやっただろうな。俺があの暮らしから抜け出したのはちょっとしたきっかけがあったからだ。ある日車に泥水をかけられてね。その車に乗っていたのは上品ぶってる金持ちの女だった。その女は詫びの一言さえなく、黙って俺に金を投げてよこした。その時の女の目は俺を蔑んでいた。その時俺は思った。このまま終わってたまるか。のし上がってやる。のし上がってこいつらを見下す立場に立つんだ。そう決心した。ウル、そんな考え悲しすぎるわ。ああ、俺もあの時の考えのままで生きていたらつまらない人間になっていただろう。だがダーゴル大佐と出会って俺は変わった。ダーゴル大佐？マハのリーダーの？ダーゴル大佐は冷酷な野心家だと言われている。だがそれは違う。大佐は何よりも自分に対して厳しい人だ。理想の実現のためならば自分の感情など平気で切り捨てられる。俺はそんな大佐の生き方を見ていて気づいた。自分が歪んだ野心を持っていたってことをな。それで生き方を変えたのね。ああ、そして自分が何をすべきなのかはっきりと分かった。何なのそれは。世界をこの手に握るってことさ。ウル、私あなたのような人を何人も見てきたわ。みんな這い上がろうと必死になってた。でもそのために大事なものを失ってったわ。あなたも同じよ。這い上がって一番上まで行って、それで一体何が残るの？残るとか残らないとかの問題じゃない。上まで行き着くことに意味があるんだ。それが俺の生き方なのさ。そんな生き方虚しいだけよ。俺は強い男になりたいんだ。世界を手に入れることで俺は誰にも負けない強い男になる。その時俺はダーゴル大佐だって追い越すことができるはずだ。強いだけの男なんか私嫌いよ。ほう、アフナンシュは優しいらしいな。ええ、優しいわ。本当の強さって優しさの中から生まれるんじゃないかしら。優しいっていうのは甘いってことさ。その甘さが命取りになる。香港でアフランシュは俺を撃てなかった。だから君はこうして俺に捕まった。みんなアフランシュの優しさのせいだ。そんなのおかしいわ。そんな考え方変よ。なんだ。 WS78 の封鎖完了しました。了解した。そのまま待機せよ。さあ来てもらおうか、クリシュナ。何をする気なの？君はアフランシュを捕まえるための切り札だ。大切に使わせてもらう。アフランシュはスペースコロニーの外に出てマンマシンと合流して逃げ出すつもりだろう。だが奴は逃げられない。心優しいアフランシュは君を置き去りにして逃げ出すようなことはしないのさ。いいえ、アフランシュは逃げてくれるわ。アフランシュはメタトロンのリーダーだもの。こんなところで捕まるわけにはいかないのよ。どうかな。私なんか見捨てて逃げるわ。逃げるわよ。だってアフランシュにはやらなければならないことがたくさんあるんだもの。